はいどうも、ショー ATV です。モンタナです。はい、お願いします。はい、本日はモンタナスポーツさんにいるんですけども、僕 の、 あの先輩がですね、グローブのメーカーを立ち上げまして、今回ですね、オーダーしたんですけども、人生初だったんですよ、オーダーで。どういうオーダーをしたらいいか分かんなくて、モンタナさんの別のね、スタッフの方と一緒にこう考えてオーダーした、グローブ完成したということで、手元にね、やってきました。で、今回はですね、絆グローブという、グローブでして、僕の先輩が立ち上げたやつなんですけども、それを紹介していきたいと思います。それがこちら。これやるわけないですか。ピカソグローブ。ピカソグローブ、通称ピカソグローブって言うんですけど、まあ、勝手に命名してるんですけど、はい、こちら絆って書いてますね。絆グローブというグローブで、これね、あの軟式用で、内野手用で、僕が使ってるあのハイゴールドの内野手用グローブと同じ感じの大きさなんですけど、あのなんといっても、あの、まあ、軽いっちゃ軽いんですけど、なんといってもやっぱりこのデザインがとりあえずもうあのガチャ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 してて、だいぶやかましいんですけど、まあ、こういう感じ、補給面こういう感じで、でこう鴨柄でしょ、唐草模様でしょ、で片押しレザーとか、まあこういういろいろゼブラとかいろいろね、こういう感じのデザインにしました。本当にオーダーのやり方っていうのは分からず、まあ絆グローブ立ち上げたばかりというふうに話を聞いてまして、まあせっかくならね、このグローブを、まあ、サンプルとして、また別の人がこれを見て、あ、こういう感じのいいなって言ってこうオーダーをしてくれればいいなっていう思いから、まあ約15色、使いました。で、結構もう型はつけちゃったんですけど、あの本当軽くて、僕がいつも使ってる感じの型ですね、これは。まあ、こちらちょっと例外なんですけど、通常2色までプラス刺繍で2万3000円で作れるということで、まあ結構安いと思うんですよね。しかも軟式用で、ちなみに納期がだいたい3ヶ月ぐらいで届いたんですけど、結構早いし安いし軽いんで、測ったんですけど 520g ぐらいで、まあそこそこ、まあ平均平均ぐらいですか。2色までと刺繍で2万3000円で、まあ1色プラスすることに、プラス1000円かかるんですけども、翔平 TV を見たで、なんか3色まで2万3000円でいいってことで、そう、参考になるようにちょっと、あえて派手派手グラブをね、せっかくならこんな派手のグローブをね、作ってみたいなっていうのもあったんで、これもう片付けちゃったんですけど、ちょっと、はめてもらっていいですか。どうです？いい。翔平肩っすか。やっぱ結構あれですか、型ってやっぱ癖が分かります。そうっすね。でも翔平さんの好きな方なの。そうっすね、はい、はい、撮影とか、まあ、練習とかで守備やっていきたいなと思います。まあ、今日はこの紹介で終わるんですけども、でこちらまずですね、こちら補給面から見ていきます。こちら豹柄のピンクで、裏に行きます。裏行くとここはもうキンキラリンノで、この親指のあたりはこれは黒子かな、青の鴨柄で、上行くとこれキリン柄かな、キリン柄で、この黒いのがペイズリー柄で、この黄色がコラ柄っていうんですか、トラ柄、この指はこれは赤の片押しですね、ゼブラ柄で、これ青鴨柄ですね、青の片押しレザーで、これがなんていうんですかね、黒白のこの柄ですね。はい、でこれ黄色の片押しレザーと、これが唐草模様っていう、まあ、模様があると思うんですけど、唐草模様で、ピンクの鴨柄という感じで、平浦は黄色の豹柄、ヘリカワは虎柄っていうんですかね、という感じで、紐はピンクでやっております。はい、取りやすくグローブ型をつけました。で、まあ、結構俺はこう大きくこういう風に取りたいタイプなんですよね。こういう感じではなく、大きく深くね、深く撮りたいタイプなんで、まあこれですね、キャッチボールや、撮影で、使っていきたいなと思います。はい、でこちらの絆グローブですけど、こちら注文ですね、絆グローブのインスタグラムがあります。そちらに DM をして連絡を取って、オーダーをしていくって感じで、やっております。いや、僕の先輩なので気さくにすごい返事も返してくれますし、まあ、困ったことあれば、相談あればいつでも何でも答えてくれるんで、はい、もし絆グローブ興味がありましたら、こちらチェックしてみてください。皆さんもこんなぐらいの派手なグローブ、ぜひともオーダーしてみてはいかがでしょうか。絆グローブのインスタグラムですね、動画概要欄貼っておきますのでチェックしてください。お願いします。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。
プリントするグローブはこれプラスこちら見ました、はい、じゃあこれはい、HZプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ何種類です。基本的にチャンネル登録と、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平TVの、チャンネル登録者が8000に突破したプラスモンダナさんの、インスタを貼っておきますので、フォロワー数が3000に突破したらプレゼント企画を開始と許可出ましたんで、今回はですねこちらファイヤーズのグローブをね登録者が8000に行ったら OK という話をもらったんでチャンネル登録者8000人突破しましたら、プレゼント企画を開始したいと思います。まあ、まだまだ先ですけど皆さんの力をね借りて、頑張りたいと思いますんで今後ともよろしくお願いします。じゃあ皆さんこちらファイヤーズのグローブ8000人いったらあげますんでぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアツオ。本日の動画以上となります。チャンネル登録コメント高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。